じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今年もですね、あともう数時間で終わりという時間帯に来ております、はい、皆さんはどのようにお過ごしされてるでしょうか。はい、もうね、そろそろみんな集まってね、されてる方もいれば、はい、お仕事っていう方も多分いらっしゃると思うんですけどね。思い返せばですね、2021年も約85件の動画を上げました、はい、ね、皆さんのねご支援があって、まあ、続けられることができたんですけども、そうです、でその動画を見たよっていう方とか、まあ、いろんな出会いがあったりしてですね、はい、まあ、本当にね、YouTube を通じて思い出ができました、うん、はい、そうです ね、 ね、一期一会の出会いっていうのがすごく、多かった1年になりました、はい、またその YouTube を通じて、こうしたらいいよとか、こういうものもおすすめだよとか、まあ、そういうのすごくありがたくて、ね、それを参考にさせてもらって、まあ、いろいろね、改善したりチャレンジしたりっていうこともあったんですけど、はい、ね、本当にね、充実した一年だったかなと思います、はい、まあ、休みの日に僕たちは撮影をして、で仕事の日に仕事が終わって帰ってきてから夜編集するっていうタイプで、はい、まあ、かなりハードスケジュールなんですよね、でどうにかこうにかね1年僕たちのスタイルとして、まあ、結構ぎゅうぎゅう詰めに詰めたスタイルなんですけど、はい、まあ、それでね、まあ、やってきて、でもちょっとこうした方がいいよねっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、そういうのも含めてですね、まあ、2022年にまたいろいろチャレンジできたらいいなと、はい、ね、で今年、2021年ハイエースも購入しまして、はい、車中泊を本格的に始めようということでですね、まあ、ちょっとずつ準備をしている状態なんですけど、まあ、2022年の梅雨、まあ、鹿児島はね結構雨長くて、まあ、そうだね、ゴールデンウィークが終わって6月前後かな、もうそういう頃に雨降り始めるもんね、7月の終わりぐらいまで、で結構雨季が長いんで、まあ、そこら辺にですね、そういう車中泊とか、まあ、そういうのもチャレンジできたらなと思ってますんで、まあ、そこら辺の準備も少しずつやりながら、あとキャンプの方もやりながらみたいな感じですね、はい、であと今年も2021年も DIY とか結構チャレンジしたんですけど、まあ、またね、2022年もいろいろチャレンジをしようかなと思っております、はい、でですね、2021年初めて最初に上げた動画が初めての小川張りということで、ね、あの時まだ全然小川張りとかできなくて、やっとかっと、まあ、いろいろ動画を見て勉強して、まあ、やったような感じだったんですけど、そこら辺もですね、もう1年後の今ではもうすっかり習得して、結構スムーズにね設営できるぐらいまでなりました、はい、まあ、そうやってねレベルアップしていくから面白いんだよね。そうなんですよね、もう自分たちもこの年になってそのやったことないことっていうのはいっぱいあって、だけどそれにやっぱりこの年齢重ねるからってチャレンジしないのではなくて、いろんなことにやっぱりチャレンジしていくのは、まあ、子どもたちにもいいのかな、そういう姿を見せてる、どういう状況であれ、そういうのを子どもたちに見せてるっていうのもいいと思うし、はい、ということでですね、まあ、ちょっと短い動画にはなるんですけど、まあ、要はですね、何が言いたいかと言いますと、1年間ありがとうございましたと、はい、本当にありがとうございました、ということです、はい、まあ、皆さんもですね、お体に気をつけて、まあ、良い年をですね、はい、お迎えしてください、はい、はい、ということでまた2022年ですね、カッペの通話をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来年お会いしましょう、はいはい、それではそれではしか言ってないけど、バイバーイ。良いお年を。良いお年を。それでは切ります。Baby, oh, I lost you, baby. I
inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come?